APEC アジア太平洋経済協力会議の開催に合わせて行われる米中首脳会談を前にアメリカのバイデン大統領が中国との関係正常化に意欲を示しましたバイデン大統領は APEC の会場となるサンフランシスコに出発する前にこのように述べ今回の会談の目標は 中国との偶発的な衝突を避けるため、軍同士の対話を再開させることだと話しました。一方、中国の習近平国家主席は、APEC 首脳会議に出席するため、サンフランシスコに到着しました。習主席の訪米はおよそ6年半ぶりで、日本時間の明日未明にバイデン大統領との首脳会談に臨みます。